動画です。つくもえよ。5月29日。今日の録音は全部。何事も控えめに。午前は今日で午後が吉。時間は日のと。灯火は示す影の日。成長が旺盛な時期を迎えた状態を示する。中日は牛。影の土。寒気が降り、春を待つ状態を示する。ほんで、この時間と12時からの5秒読むと、歌唱と。物が燃えて土となるいうことで創生。物事が順調に進むいうけや。何事も控えめにやけども順調に行く程度やるかね。まあ、これらを踏まえてどう過ごすかあんたさん次第や。ゆるゆると永遠になるとやね。ほな、またね。